政府が19日にも閣議決定する新たな経済対策をめぐり、自民・公明両党の幹事長が国会内で会談するなど、政府・与党間の調整が本格化しています。基本的な考え方は尊重したいと思っております。ただどこまでの本当にですね、子どもに対してそういったものが必要だということについては議論が必要じゃないかなと思っています。自民党さんが言うところの困窮支援と、私どもが言うところの未来応援給付、これは両方やると。今日の会談で両党は早期に経済対策の案をまとめることで一致しました。一方で公明党が求める18歳以下への現金10万円一律給付については、政府や自民党内に所得制限を設けるべきとの意見もあり、明日も幹事長会談を開いて金額や対象について協議することにしています。